メージ変えよう、言葉を変えてみよう、ありがとう言霊ついてる、嬉しい楽しい幸せラッキーハッピー元気勇気、田中屋さん、いや、ええね、ええわ、すごい大正区南岡島、うん、あの大正駅降りてから、うん、ずーっと一人きりまっすぐ、はい、徒歩50分ぐらい、はい、で、バスマスターも言ったようにやっぱ我慢や、我慢我慢した先にこの素晴らしいこの素晴らしいライブで、あのブルースの聴けるお店にたどり着けるという、うん、すごい素敵な空間、我慢して後にこの焼きそば食うたらまたこれがね、また一品、もうこれはすっごい美味しい、パワー出るしね、本当嬉しいところで、はい、今日はあのマドンナ、はい、懐かしいですね。そう、ね、ですよね。何年前ですか、出てもらった。3年かぐらいですね。2年ぶりです。ベビーマッサージの、はい、あの大家、そう、林恵子さん。今も頑張ってます。やってますか、はい。どうですか。もう変わらずずっと伝えてます。はい、伝えてます。まあ、声初めて見た人にと具体的にどういうベビーですか、赤ちゃんですか。そう、赤ちゃんを、あ、出産後のお母さんの子ど、あ、お母さんがこう子供に関わること、関わり方を伝えてる、うん、で、こう赤ちゃんの人形を持ってきてもらって、うこうね、どう揉むかっていうのを やってて、うん、で、こう林さんの揉み方を見て、ほのりくんが、うんうん、赤ちゃんになりたい言うて、なったいね、その後しばらくバブー言うとったずっとね、幼児言葉やった、幼児言葉やった、その人形がももちゃんなんです、あ、そうそうそう、っていう名前のね、ももちゃん、警護法の、そう違う、実際の僕を揉んでほしい、そうだね、なんかちょっとおかしい路線に行ってしまったんですけど、ね、そうだね、今どうなんですか、そのベビーマッサージっていうのは一時だから、そのエビちゃんが、そうね、エビ原さん、エビ原さんが、ね、結構やってるので、うん、バーンとちょうどね、そう、なんかブームになりましたけど、メジャーになったから、今出産したお母さんはほとんどこのベビーマッサージっていう単語を知ってくれるようになりました、ね、うん、あ、認知されてるわけです、そう、うん、前の放送の時は認知がまだ低かったと思うけど、うん、だんだんと今認知上がってきて、多分出産したあのママは全てだあのベビーマッサージっていう単語を知ってくれてると思います。これ単純にそのベビーマッサージすることによってどういう効果があるんですか、まあ子供の発達も違ってくるし、うん、違ってくるって言ったらおかしい、発達も変わってくるし、うん、あとお母さんがより育児しやすくなると思う、具体的にどう、どういうこと、育児しやすくなる、お母さんの考え方が変わるような声掛けを私たちインストラクターはするので、ほう、産後のお母さんが育児がしんどいとか、はいはいはい、子供たちがなんかこう いくら関わっても伝わらないっていう思いじゃなくって、うん、あのそれが楽しみに変わるような育児方法を伝えています。あ、はい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 、あら、ただ単に揉むとか押すとかだけじゃないと、で、お母さん自体のケアもしてるという、お母さんのケアが、まあ、メインに近い、メインで、あ、そうか、実はそんな感じ、子供をいくらケアしても、うん、お母さんがストレス溜まってて苦しんでたら、うん、逆に変なもん伝わるよね、そう、赤ちゃん抱っこしてくれる、だからお母さんの心がこう楽しい方向、たの育児って楽しいなと思いながら、うん、ベビーに関わると、うん、子育てがちょっとずつこう変わってくる、はあはあはあ、っていう変わってくるよっていうことをお伝えしてママに、ね、例えばどんなまあ、だからベビー期から今チャイルドマッサージというのもしてるんですけど、はい、何歳ぐらいが目安なんですか。ベビーマッサージは1歳3ヶ月ぐらいまで、はい、でその後、1歳2、3ヶ月から5歳ぐらいまではチャイルドマッサージ、うん、幼稚園、はいはい、年長さんの間 でその後もあの小学生のクラスっていうのも今もしてる。え、何歳ぐらいまで、例えばこのおっさんはあかんですよね、アダルトマッサージとか、おっさんはこれダメですよね、子供さんですよね、それは趣味や、趣味、そうそうそう、うん、まあ林さんにしてもらったら嬉しいことばかり、めちゃくちゃ嬉しいです、しないけどね、あすごいツボついたりしてね、グッとクッみたいなね、そこっていうね、あえ、それでツボなんですか、子供でも、いや、ツボっていうか、そうやね、ツボもケア、ツボも取り入れてるけど、うん、
はあはあ、どんな感じなんですか、そのツボを押すの。ツボを押すと自立する。僕の頭で、まあ、子供と姫さっき触らなくていい。子供で僕の頭で、ね、全員ツボ一緒なの。この百会っていうツボ、うん、あ、はいはいはい、耳の穴からこう一番頂点のここを押すとなんか出てくるじゃん、ピーって先っぽ、そう、一番頂点ね、じわじわっと出てきそうな。大丈夫、体活性化してくる。あ、そう、やっぱりここ、ここ一番いいんです、子供にとって。100円、やっぱり何でも先っぽ、先っぽがいい。先っぽや、もう先っぽ大好きや、先っぽとキューってしたやつ。そう、ほんでこの耳の耳っていうか、100円と、あとお腹のあたりの中間っていうツボとか押したりとか。どの辺なんですか、それ。みぞおちとおへその中間地点、この辺りがわお、グッてくる。多分今彼性的興奮感じてるわお、なんかおかしな方向に何やねん、ベビーマッサージの話。ベビーマッサージ、そうそうそう、ベビーマッサージちゃんと伝えないと、ね、そうそうそう、誤解されたのね、あれなんで。そうそうそう、うん、へえ、やっぱりそれはやっぱりあのすごく効果が出てきて、そう、効果が出てきて、お母さんがより、育児しやすい世の中にしていくことによって、うん、これからの子育て世代変わるだろうなっていうことを伝えていく。お母さん今何が一番しんどいですかね。一人で育てること。お、え、多いんですか。多いです。え、じゃあ旦那が来る、俺仕事忙しくお前、うん、よが見とけよみたいなのが、うんうん、未だに多いですか。そう、でもその世代の旦那って外で働くのがまあね、一生懸命 ね、働き盛りだから、うん、まあ仕方ない、うんうん、だから、地域で、うん、もうほんと隣のおっちゃんおばちゃん、引退したおっちゃんおばちゃんたちと一緒にこう関わって子供を育てるっていう地域を作れたら、地域のコミュニティを作れたら子育ては変わってくる。実際そういう成功例というか兆しとかあります？だんだんと今ね、ここ2、3年でまた増えてきます。地域で子供育てようって。ああ、そうですか。そう、一人で育てる子、あの密室育児のママたちをこう呼び出して地域で子育てしたいよねっていうような団体がたくさん増えてきたと思うから、今後ちょっとずつ日本も変わってくるから。昔はだからね、近所のおばちゃんがそう、もう赤ちゃんずっと泣いとったらガラッと開けてね、なんどないした赤しみとか言ってもね、そうそう、やってた。今絶対できへんからね。そう、でもそれはダメでしょ、プライバシー。人の家勝手に開けられへんからね、うん、昔は鍵も開いとったからね、うん、まあまあな、うん、でもそういう昔の日本の育児も取り戻せたら、うん、あ、いい部分は伝統はね引き継いでという部分だね、うん、そう、あ、そっから言ったらこのここの田中屋さんなんかもう90年の歴史やから、うん、言うたらもうその言うたらもうね、戦前のその昭和、いやいやすごいよ、大正のからの言うたらコミュニティのバーやからね、うん、で最新の音楽を取り入れてとかね、うん、だから地域のコミュニティのところで子育てできるとすごくお母さんも楽になる、うん、そう、だから僕今回林さんに立ち飲みを ね立ち飲みってあんまりね詳しく説明せんかったけど、うん、ちょっとこうね収録するから来てくださいみたいな感じで、要はこれってね、僕もなんか立ち飲み屋を最近収録させてもらう中で、すごいコミュニティの場合なんですよ。本当地域活、キー地域活性の場だなって思ったんで。すごいね、だからハードル低いんですよ。で、だ初対面の人間でも友達になれたりとか、ね、なんかみんながこう、なんちゅうの、受け入れ体制で飲みに来てはる、うんうんうん、でどっか、例えばどうやろな、ちょっとお高い店行ったりしたら、プライベートや言うてもどっか名刺的なもんで、うん、どこどこ私社長です、うん、何々部長ですみたいな、どっか背負っとかなあかん空気あるけど、ここ来たただのおっさん同士とかね、すごい人かもしれないけど、うん、ただの近所のおっちゃんって感じですね。そう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 、実は有名な会社の社長屋さんがとかいう場合も結構あるんですって、うん、そうしたらもうお忍びで一人でバッとこう飲みに来て、うん、でもね、こういうところにお母さんなんかね、うんうん、ちょこっと飲みに来れるような場所になったらいいなとそう思うんですよ。しかも子連れで、そう、え、じゃあちょっと隣で飲んでる人に抱っこしといてとか、そう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 、いいですよね。なればね、ね、本当にここだけのコミュニティじゃなくて、家に帰った時実は隣近かったとかだからね、ちょっと預かっといてくださいとかっていうコミュニティができたらいいかな。そう、だからチューハイ一杯とほんまにこれそれこそ焼きそばだけ食べてね、もうそれだけでもいいわけですよ、一瞬。まあ、散歩はなかなか飲めないからね。あ、そうか、あ、そうか、そうか、もう焼きそばとお茶でもいいしね。あ、そうやね。そう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 。やっぱコミュニティって大事なんですね。だから
こも一種のコミュニティだし、ね、産後産前のママのコミュニティ、コミュニティってやっぱりすごい大事だと。コミュニティを活性化させるってことはすごく大事だから、この田中屋さんの場ってすごいな。これはいいですよね、本当に。もうライブまでできるとこやからね、これ私ちょっと提案したいんです。ここ託児所完備とかね、もししてくれはったら。託児所完備っていうか、もう何でも OK っていうの。店だってライブできるぐらいやから、少々泣くがないでしょ、かまへんと思う、うん、ああそうか。ほんで店のお客さんらも言うたら、たまには赤ちゃん泣きたいやろうから、うん、ちょうどいいと思うわ。本当にそんな感じでね、ちょっと育児の息抜きにもなるかもしれない、音楽聴くだけで。でまあ近くに大型のね家具屋さんもあるし世界的な家具屋さんもあるしね、うん、そうですね。せっかくやら今日ちょっと最後にワンポイント、うん、なんかワンポイント、うん、子育てで、子育てのワンポイントでもいいし、マッサージのワンポイントでもいいし、育児は楽しもう育児は楽しもう、そして人にファント育児、うんねうん、で人に頼ろう、頼ろう、おコミュニティの人に頼ろう、うん、頼りづらい世の中よ今、うん、なんかそれを変えていくのはこのね二人だと思う。彼の100円が変えますから、うんはい、し僕は押してください。ほらこれで変えるにじんでくるどうですか、わかりました。それでは育児を楽しもう、はい、楽しもう、コミュニティを活性化しよう、はい、ありがとうございました。潮風吹き抜ける川の町、流れに二人の夢浮かべよう、帰りつく街、お前と出会った公園、ツツジの